はい、短期決戦です。4月22日8時14分です。第じゃない、2018年4月の22日日曜競馬予想していきたいと思います。とりあえずウィン5見て、なんだ、京都10レース桃山3時、3時10分東京10レース鎌倉、15時25分福島、福島11レース福島中央テレビ、15時35分京都11レースマイラーズカップ G2、 15時45分東京11レースフローラステックス G2、 とりあえず G2 見てっか。京都11レースヤングマンパワーガルバルディ、これなんだ、マイラーズカップ1600 UG35 マイラーズカップ、マイラーズカップ1600、何頭立て、14頭立て、エアスピネル久しぶりだね。エアスピネルサングレーザー、ロジクライ、モザースコット、ブラックムーン、グランチャーレ、ガンチャーレ、ガンチャーレ、カデナ、1600m、ロジクライ、サングレーダー強いんだけどな、イスラボニータ、すげえ強えな、エアスピネルな、エアスピネル超強えな、ペルシャンナイト？ペルシャンナイトってそんなに強いの？ペルシャンナイトって強いね。モザースコット、ロジクライ、ロジクライ、モザースコット、これエアスピネルだよ。スピネルだろう、ちょっと強すぎるよ、エアスピネル。
ローラステックス。サラキア。これ何メートル ?2000。サラキア。5.9 倍。里のワルキューレ。3.1 倍。あ、いいね、デブーロ。お花。6.3 倍。レッドベルローズ。6.7 倍。なんかいろいろいい馬いるんじゃん、これ。ウェロニカグレース。ウェロニカ。18.8 倍。バイオニアバイオ。なんだそりゃ。57.8 倍。ノームコア。どうだ ?G3 3着。これな、里のワルキューレな。ディープインパクトの子、2000メートル。里のワルキューレだな、これ、軸は。そうじゃない、ノームコア。カンタービレ、カンタービレ、ああ強いじゃん。当選ブレス、うん、ノームコアいいじゃん。ノームコアいいな。ノームコアの、ノームコア、ノームコア、プリモシーン、スカーレットカラー、お花、お花来るかな。どうだろうな。10、12、16。サレキア2番人気だから。仮想通貨配信はよ。仮想通貨配信はよ。マウレア。あ、早いな、こいつ。サラキア。4から、1、10、12、16。おはよう。仮想通貨配信早。今起きた暇。あ、そう。仮想通貨配信してほしい。とりあえず競馬やってから、ワンピース見て、その後、配信するかどうかわからないけど。日曜日はね、ニャンポス。日曜日はね、お休みなんだよ。1と、車の修理あんだ。予定あんじゃん、それ。それ予定じゃないの。里のワルキューレ。ディープインパクト。どうだろうな、これな。いっちゃんさん撮ったわらわらわら。うん。
ノームコアが強いと思うんだけど、あ、でもな、今見たらさ、一番強いな、これな。サラキア。サラキア。サラキア強いな。強いよこれ、サラキア。これがどうかだよな。ノームコア。ノームコア。あ、だから1416の3連、1416でいいや。1416の生まれん。1416。あのね、あれだよ。一番いいのはね、そうそう、1416。1416の生まれん。そう、あのね、生まれんボックスが一番いいんだよ。生まれん3頭ボックスが一番いい。300円でね、狙えるの。1か4かだな。違う、3点。生まれんだから3点。次行こう。時間ない。13分。京都10レース。3頭馬を選んで、あの、ボックスで、生まれんボックスだと3通りしかないじゃん。桃山ステークス、1900だと。それいいよ。4.3。2番、テルペリオン。4.1 倍。ルメールか。ミキノトランペット。あとは何だ、大勢バルサー。すごいあれ楽だよ。生まれんボックスでさ、3頭選ぶだけだったら300円、もうあのなんて負担ないじゃん。300円で、300円で20倍30倍狙うの。でしょ。そうそう、それ3点でいいんだよ。それ3点で狙ってってみ、たまに当たるから、ポコって20倍30倍が。生まれ、3頭選ぶだけでね、生まれやるとね、そう。あれだよ。たまに当たるから。昨日もね、30倍惜しかったんだけどね。そう。3頭選んで、生まれんボックスで買うの。3通り。それが一番効率がいい。そう。表と裏、そう。1600万。ソレイユのパリ、これいいな。ミキのトランペット、こう123の123の3連生まれボックスでいいんじゃないか。いっちゃんさん、質
それやりに今日草は3万だけね。3万3万じゃねえよ。いや、あれだよ。たまにしか当たらないよ。生まれんボックスなんて。そんな3万もかけんなよ。びっくりするわ。3万もかけるなよ。びっくりするわ。3万もかけるな。だから、少額でやれば長続きするから。あ、これ、こいついるな。こいついるな、これ。ウィンユニファイド。ああ。これいいな、この馬。これ、何、1600万か。ウィンユニファイド、9番。15.8 倍。これどうだろうな。1じゃないの？ソレイユドパリ。1か。テルペリオン。1600万した。1、2着、2着、4着。ミキノトランペット。そりゃすごいわ。いっちゃんさんいっぱい負けたから、うん、いや、鳥居さんおはようございます。おはようございます。いっぱい負けたから、かけすぎなんだよ。かけすぎだよそれ。あー、ウィンユニファイド、ちょっとウィンユニファイドが気になるな。ウィンユニファイドの、ウィンユニファイドの副賞にしとくかな。これな。ちょっとね、123なんだけど、まあ、ボックスで買うなったら123でいいんじゃないかな。12でいいわ、これ。12点だ。12点で、これ、ミキのトランペットどうだ？雪のトランペットはあれだな。12だな。12。じゃあ、あれだ。これ入れて、ウィンユニファイド入れて、129。129の、これ、うん。129でいいや。129の生まれ。12だな。どっちかって、どっちか来るかって言ったらね、1の方が来るかもしんないな。1だな、これ。エアスピネル、14。うん、あと、京都10レース。もう時間なくなってきた。あと2レースあんのにな。イーグルフェザー。あ、イーグルフェザー。1400m、ダート、イーグルフェザー、8.5、アデレートヒル、エニグマ強いよ。あんまり成績良くないな。ダノンハイパー。いっちゃんさん楽しそうで羨ましいわ。羨ましい。ダノンハイ、名称ボロ、ボンロク、名称。9.0。プリサイエース。競馬ってのはさ、毎年違うからいいんだよ。トレンドライン 4.0。競馬ってのは毎年違うじゃん。馬が違うんだよ。同じ馬出てくるけど、ほら、クラシック、3歳クラシックなんて全部違う馬じゃん。あれが面白いんだよ。新しい馬が出てくるから面白いんだよ。まあ、孫とかひ孫なんだけどさ。いっちゃんさん
そうだよ。3歳クラシックなんて毎回馬が違うからさ、同じ馬じゃないから面白い。あ、でもほら、あれも引退しちゃったじゃん、北三ブラックとかさ。どんどん引退してって新しい馬が、新しい血がさ、血統書付きの新しい馬が出てくるから面白いんだ。全部血統書付きだからね。1600万したハンデ。だから、クラシックダービー、うん。面白いんだよ。三歳馬のさ、新しい馬が出てきてさ、あれ、オルフェーブルが出てきた時は面白かったけどね。最高オルフェーブルが出てきた年は。あんな楽しい年はなかったね。イーグルフェザー。イーグルフェザー、イーグルフェザー聞く名前だな、これな。これ美味しいかもしんない、このレース。あ、このレース美味しいかもしんない。あ、このレース美味しいわ。ちょっと待って、これ美味しいマークつけとく。美味しい、生まれんで1万円かもしんない、生まれんまんま券出るかもしんない。ああ、少額でやりな。そんなね、1万2万かけちゃダメだって。本当にね、1000円2000円でいいんだよ。いくらね、1000万持ってて1億持ってたとしてもね、競馬にね、100万200万突っ込んじゃダメだよ。ちょっと突っ込むとこ間違ってるよ。競馬に100万200万はちょっとないよ。大外一番人気はちょっとあれだな。プリサイエース、ああ、そうか。これはね、面白いよ。これはね、ちょっと待って。一番人気を、切るか。一番人気を切るか。これな。一番人気切るって手があんな、これな。で、13、10。なあ、それぐらいだったらいいかもしれないよ。ああ。13、14。これどうなんだ？ダノンハイパー。エニグマね。エニグマね。だから、2位。これどうだ？ブランドサイド。これダメか。2位。ああ、ブラインドサイド。気になるな、この馬。じゃあ、2、4、6、8、13、14。2、4、6、8、13、14。あと6分しかない。延長するか。もう一回。これは、あれ、アデレートヒル。ああ、これはいいかな。アデレートヒル。2、4、うん。2、4、6、うん。8。これ万馬券出るな。2、4、6、8。うん。いいよ。10いいじゃん、これ。ちょっと待って。これ絶対万馬券出るよ。10、ちょっと待ってくれ。10はあれだ、距離がな。1400、ああ。10は来ないか。2468、1314、うん、それでいいや。1314。10はちょっとあれかもしんないけど、10と、これ何から行くかだよな、本当にね。ああ、そうか。あ、ありがとう。ありがとう。モーニング行くんだ。
イーグルフェザー、エニグマ、どっちからかな。万馬券狙うならどっちからかな。どっちからかな。ネオユニバース、アーリーアメリカン。エニグマ来ないかな。エニグマ強いんだけどな。1400。これ、ここ、これ万馬券だよな。ちょっと待ってね。アデレートヒル5番。10.2 倍。5番ね。5番ね。5番、1400はちょっと届かないかもしれないな。ちょっとイーグルフェザーがどうかだな。なんか一着に来る馬がよくわからないな、これ。あ、残り2分、延長します。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、一着に車がわかんねえなちょっと待って、これ万馬券だから、万馬券狙いだからどうするかな。16も入れるか。16来るかな、これ。16来るかな。16も来るかもしんないな、これな。16。そうかな。16は来ないと思うんだけどな、これな。16は来ないな。これ万馬券だけどな、どっから行くかだよな。一頭一着に来る馬を、一着か二着に来る馬を一頭選ばないといけないんだけど。エニグマかな。一着に来ない、一着か二着に来ればいいからな。ダノンハイパワー。迷うな、これな。ちょっと待って、もう一レース、もう一レースあるんだよ。福島11レースやってからだな。あー、福島11レース、これやってからだな。1200。スパイチャクラ。あー、スパイチャクラね。これいいんじゃないの、スパイチャクラ。丸山元気。スパイチャクラ。スパイチャクラ 5.9 倍は超美味しいんじゃないか、これ。コパノディール。あ、7個だ。里のフラム。
シエルプラン、ポップオーバー、ポップオーバー、湘南アイラ、ベイブムーン、ヤマニンドール、うん、何だって、1000万ハンデ、1200、1000万ハンデ1200、あーこれ難しいね。スパイチャクラだって、スパイチャクラ、スパイチャクラだって、これね、これ単勝1000円いくか、これスパイチャクラだって、これスパイチャクラ、超美味しいな、スパイチャクラ。あ、1000万か、500万じゃないんだ、2着って可能性があんな。スパイチャクラの副賞、これスパイチャクラから流せば、これ1000万で勝ってる馬は湘南アイラ、あ、一番人気これか、あとこれか、レイブムーン、スパイチャクラ、スパイチャクラから生まれんでいこうか。2から生まれんでいこうか。ナナコちゃん来ないでしょう。コパのディール。かっちゃんさん、初見かっちゃんです。おはようございます。おはようございます。コパのディール。とりあえず、スパイチャクラから全部流せば、スパイチャクラ2着の可能性があるからな。ちょっとスパイチャクラの副賞見てみようか。副賞、ただね、この湘南アイラとヤマニンドール、いや来ないな、これ14と16流せばいいんだよ、14と16、14と16だな、これな。レイブムーンと、うん、レイブムーンと、湘南アイラ、大外にね。あ、これって取れんじゃないの？ポップオーバー。ポップオーバー。ん？結構、結構怖いかも、ポップオーバー。11?11?シエルブラン来ないだろう。500万した。里のフラム。来ないな。これだけでいいんじゃないの ?2 から11、14、16に流すの。あ、それで取れるな、これな。わかった。それでいい。これをどうするか。東京10レースをどうするかだな。うん。東京10レース。イーグルフェザーが捨てがたいんだけどな、これな、1600万でしょ。イーグルフェザーが、そう、イーグルフェザーから流すかな。
イーグルフェザーでいいわ。わかった。イーグルフェザーから、イーグルフェザーから、4、6、8、13、14に流す。生まれんで。1、2、3、4、5、5点。福島1レースはね1レースか、面白いね。福島1レース、なんだって、1、16の13の9の15、それどういうあれ、まあ、こっちどういう16131915ってどういうあれ、ちょっと待って、生まれ何で買うのそれ、生まれ何、とりあえずね買おう、ちょっとね買ってからやろうね。ね800円、1100円、2000円負けぐらいじゃない。とりあえず、ウィン5を買う。昨日1000円負け。1224 14、これでいいか、1224 14、これでいいや、セット1224 14。で、投票メニュー、京都10レース。あ、東京、京都10レース。桃山ステークス。馬連。仮想通貨が上がってるからさ、仮想通貨が上がってるから、含み益が増えてるんだよ。1、2、9。あ、美味しい。すげえ美味しい。1、2、9。全選択100円。セット。三連複ボックス。あ、それで5等なんだ。1、2、9。京都桃山ステークス。300円。続けて投入。東京10レース。三連複ボックスか。何時？東京10レース。鎌倉ステークス。これがね、あれなんだよ。流し。万馬券なんだよ。イーグルフェザーから、2、4、6、8、13、14。これで5点かな。ああ、万馬券じゃないな。でも5点。セット。500円。福島11レース。福島11レース。福島中央テレビ杯。
流しスパイチャクラから2、11、14、16、ああいいねこれね。ああまあ大したことないけどこれ取れるかもな。300円。あとはあとはねあれ、東京11レース、東京11レース、サンスポアイフローラステークス、ボックス、14、16。おお、いいね。全選択セット。入力完了。300円。1416。300円。購入。OK。全部いった。投票履歴。Win5 が200円。300、500、300、300、200、500、1000、1600円か。1600円かけたのかな。1600円かけたね。OK。ああ、これで、どうだろう。1個当たれば元取れるというね、かけ方。まあ、あと300円残ってるのかな。300円しかないよ。300円しかなかったら福島1レースかけられないね。300円じゃ福島1レース、あれ、福島1レース、なんだって、1、16、13、9、15。すごいなそれな。13が一番人気で、1は何番人気だ ?3 番人気。16は ?14 番人気。9は ?6 番人気。5は ?15 は ?4 番人気。どういう回復、何を基準に買ってんだこれ。あれかな、血統症かな、親を基準に。バーミリアンの子がいるよ。血統症、馬を、あれ見てる、馬を、馬じゃない、親を見てる。16じゃなくて 6? あ、6か。6か。5番に来た。ああ、そうか。6。だから300円しかないんだよ、残り。まあ、入金すればあるけど。300円しかないから。13って一番人気なの？エルフィー。そんな強くないな、一番人気。1はデルマ神風。なんかこれあれだな。
あ、1は来るかもしれないな。1ね。1は来るかもしれないぞ。1と、北の玉手箱。北の玉手箱は？これムーンサルトとか来そうじゃん。 84.3 分北節いいな。151と15と9と69と6、これちょっとバーミリアンの子が気になるんだけど、99 6、もう一回6見てみよう。6ね。いや、56がいいんじゃないの。じゃあね、1から5、6、15に流す。これでいいんじゃないの？1から5、6、15に流す。1から5、6、15に流す。3点。なんだっけ、福島1レース。生まれ。流し1から5、6、15、これどうだ。あー、いいんじゃない。300円買うか。115は来そうだけどな。3000万になっちゃった。115は来そうだけどな。あ、じゃあ300円か入れちゃった。あー、300円入れちゃったよ。100円だよ。3点300円。151615購入。終わりだ。これで1900円かかる。まあ万馬券じゃないけど。以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。